P-3C に登場する戦術航空士戦術航空士は紹介機に登場し紹介パターンの設定やその部位の付設プランを設定するなど戦術的な判断を下す航空機登場員戦術調整士と訳されることもある航空機運航上の機長である式操縦士よりも戦術航空士の方が専任である場合戦術面で 命令優先権を有するため任務基調として、作戦に監視式を統括する。哨戒機に登場するため、パトロールプレーンコマンダーとも呼ばれる。固定翼哨戒機に登場する。回転翼哨戒機には乗務しない。P-3C では1名乗務するが、P-1 では、作戦の高度化に応じ、タコ 1TACCO2 の2名が乗務し、TACCO2 が、 タコ一を補佐する。海上自衛隊の各航空基地にはアスウォックがあり、衛星通信システムを介して命令の受領と戦術の実施状況を報告し、実質的な戦術の調整、選択によって効率的な紹介任務を遂行することが使命である。ま、ただ支出,出時に降下の指示を下すなど緊急時でも基調として扱われる。主に航空学生から選抜されるが、 防衛大学校や一般大学の卒業生からなる一般幹部候補生出身者もいる。幹部候補生学校を卒業する前の航空学生出身の飛行幹部候補生を除き、先日航空士は全員が幹部である。操縦士と同様に初等操縦訓練をパスし、単独飛行も経験した後に適正、または 本人の希望により操縦士候補生と分かれ対戦線を学ぶ専門課程へと進む。戦術航空士の養成課程を修行すると操縦士と同じ金色のウィングマークが授与される。救難機ではベテラン操縦士から選出された救難航空士が任務基調として救難プランを設定する。固定翼紹介機に登場している。任務内容は海上自衛隊とほぼ同等である。 P-8 には2名が登場している。航空士、ありがとうございます。